リサイクルすするななんんてことは肯定できないんできいが部分的にはリサイクルできるものがあるんですね。まあ、靴鉄業なんかもそれなんですね。しかし、そういう人たちが大打撃を受けて、そして都民税をものすごく使って、政治家、ある政治家が当選してっていうね、ものすごく汚い状態であるってことが分かりました。それから、それに善意で参加してる主婦の団体とかね。 そういうのがですね、社会の悪に協力してると、まあ、いうようなことを、まあ、学びました。えー、っとですね、私は原子力をやったもんですから、えー、原子力をやる前はほとんど、やる前ってのはほとんど若かったんですが、まあ原子力やってるうちにね、40歳ぐらいでは、科学と社会の関係っていうのを深く考えるようになったんですね。私は原子力を推進していましたけど、疑いがあったんですよ。本当に原子力をやるべきだろうか それでまあいろいろな活動もしたり勉強もしたりしましたね。で私はもうそこで社会と技術という問題について大きく成長しまして、えー、まあその学生がですね、私のところに来た時期にはですね、もうすっかりと <laughs> 社会と技術と、まあいうものについては、まあ詳しく、まあ知識もある。それからまあ科学の知識があるから計算もできると。まあいうような感じだったんですね。それで半年間準備をして、 そして、環境問題はなぜ嘘をまかり通るのかと、まあ、いうことをですね、えー、出版社から出していただきました。まあ、それが大ヒットしましたね。この大ヒットしたっていう理由と、この今、政治革命が必要だってことは、極めて重要な関係にあるので、えそれは後によく整理をしてお話をしますが、まあ、大ヒットして、まあ、それが私がテレビに出るきっかけになったりですね、 また活動の幅がぐっと広がったり、まあ現在ネットでこうやって話するのも、まあその時が天気でしたね。ですから私にとっては、その学生が私のところに来てくれたっていうことは、まあ私にとっては恩人というかですね、恩義があります。私が大学の中でその頃本当にまあまだ、そう社会と技術の関係はわかってましたけど、社会との接点があったわけじゃないんですね。ですから大学でコツコツ教えてたし、 ものすごく僕勉強があったんですから、勉強が好きな本ですから、もうとにかく大学に歩いてる、えー、ま、二宮金次郎みたいに歩きながら本なんか読んでたりしたぐらい知識欲が強かったんですね。だけどそれでもうパーッと目が開きましてね、そして調査もして、あ、世の中ってこんなにひどくなってんだと思って書いたわけですね。したらものすごい反撃がありました。 えー、リサイクルをけなすなんてなんちゅうことだ。ね。売国道とかですね。それから、札幌にですね、その頃リサイクル会社が結構ありましてね。その人も誠実な人でしたけども、学問的には全くわからないっていうか、全体の物流のその、マスバランスとかエネルギーバランスとかは取れない人なんですよね。だから感覚としては一回使ったものをもう一回使って役に立てようっていうも、もう、 熱意に燃えてるんですよ。ただ、それがどういうことをもたらしてるのかっていう影の部分が見えないんですね。まあ、随分私とも議論したりしましたけど、やっぱり最初に来た学生で40歳ぐらいになってた名古屋大学の工学部出身の人はね、やっぱり理屈が分かってますんで、もちろん運ばれてきたものをリサイクルしますって伝票書いてそのリサイクル業者に渡して、そう、業者はリサイクルしたってことになるんです。 それが今のリサイクル率なんですよ。だからリサイクル率な、リサイクルするつもりがあったってことを示すだけで、本当にリサイクルしたっていうものじゃないんですね。だからお役所も政治家もそんなことは求めてないんですよ。おそらくね、僕の感じですと、最初からリサイクルを推進した環境省の中心の人なんかは、頭もいいんで、本当にはリサイクルしてないってことを知ってると思います。ただ、その札幌のね、リサイクル工場の人なんか、 本当にリサイクルしてるんだって熱面を振るんですよ。ええ。それは帳簿を見てくれる。リサイクルになってる。これちゃんとリサイクルの帳簿があるっつってね、僕にも示してくれる。ただそれは、そのちょうど僕のとこに来た元学生の人が、私はリサイクル、製品を引き取ってリサイクルしますって伝票を渡して、大会社ですから。その裏で焼いてると。で、リサイクルがどういうことか。 この全部の物流の中で、人間が消費する物質の中でどういうことを意味するかってことは、もちろん名古屋大学で習ってるんでね。まあ、リサイクルは習ってませんが、そういう物流とか物質とかエネルギーちゃんと知ってるんで、よくわかるんですね。それで残念な思いはだったんですよ。これがね、後に始まる、今、もうそれが定着してますが、嘘の多数決という、今の現在の日本の原理を作ったんです。嘘でもいいんです。 大勢で嘘をやれば正しくなるんです。民主主義の権利に従って。だから、リサイクルがどんなにひどくても、リサイクルが環境にいいんだということを多数決して、多数決がそうだったら何が正しいかとは関係なく、リサイクルが良くなるっていうのが一番最初がやっぱりリサイクルでしたね。それからヨーロッパでリサイクルしてますっていうのも、本当はヨーロッパ行って調べたりしてないんですけど、 してないんだけど、してますという多数決で決まっちゃう。だこのリサイクルの騒動でですね、えー、科学というのはもう滅びたと言っても間違いではない。えー、嘘も多数決ということが決まった瞬間でした。この嘘は多数決というのが決まった後にね、だん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 日本人の心が不誠実になってきて、で現在の日本があるということですね。